竹内夏希、規定到達、医師、規定投球回クリア、規定をめめさせ最優秀防御率、あっさり3本締めきた。これならもう1イニングいくか。噛むやけど竹内すげえな、さすがに文句ないわ。新人王おめでとう。規定乗った後は勝ちだけだな。オケ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 、このまま無失点で2桁新人王だ。早く追加点をさらに重ねるんや。7回か8回か勝ち消されたくないなら0で抑えるしかない。プレイバックヒストリー、今季初勝利集が全部オリックス戦って、今日含めて残り3試合全部完封するともイネロを抜いて防御率トップ。一応つピッチャー変わったとこでまた追加点頼む。新庄、うちはもう CS 準備モードですから、ライオンズさんは必死でどうぞ。山の当たりの扱いって絶妙なところだよな。最終盤のここでスタメンもらってるしたんに首とも思え。ライオンズは2桁かかってるから残り3つ全て全力で勝ちに行くしな。山の当たり、立つようにアドバイスを送る。今更だけどセカンド軍事って何よ、器用なんだな。実況、この解説全然話広がらないな。竹内が点取られるまで投げてくれ。ご視聴ありがとうございました。